間カオルさん、カイセドがいなくなったブライトンに残留矢印。これブライトン完全に泥線やん。どうすんのや三笘。ブライトン厳しくなるな。ララーナ覚醒してくれ。幕張に続いてカイセドもかなかなかえぐいことするな。ブライトンの親善試合見ればわかるが、ボランチゴミすぎてビルドアップできてないからな。マジでブライトン中央が弱すぎるな。ブライトン弱くなるとも思えんわ。ブライトンはペドロが当たりすぎるし、ウェルベックが切れまくってるぞ。ボランチとコルウィルの代わりがおらんやろ。イゴールとヘッケ、ダフードとか不安すぎ。ブライトンさん、放出カイセド110ムマクアリ35ムサンチェス25ム、獲得ペドロ30ムイゴール17ムブルッヘン16ムダフードミルナーレイム。カイセド決まったし、ここから一気に動きそうやな。全然金使っとらんのやな、ブライトン。ペドロとかもうちょっと高いと思ってた。三笘、していきないんか？